こんにちは、ギター教室 GT Max ギター講師の豊です。今回は2020年8月買ってよかったのベスト5を送ります。 GT Max。 それでは第5位、DZLST の USB-C 対応のハブですね。この DZLST のハブは USB Type-C のポートが2つ、 A のポートが2つあります。Type-C の方が USB 3.1 Generation 2対応で 10Gbps 出ますね。で USB Type-A の方は 3.0 対応になります。まあ、正直そんなまだ使ってないんですけども、この前挙げた Amazon タイムセール祭りを見ながら、なんかああだこうだいう動画の時にパソコンで作業する時間長くなったので、ちょっと環境を整えようかなっていう風な話したんですけれども、その時にこの DZLST のハブっていうのは必ず使うと思うので期待してますね。まあ、今のところは まだそんな大して使う場面ないので今回は5位にしました。第5位は DZLST の USB のハブでした。続いて第4位はこの坊やの BYK3 ですね。 iPhone のライトニングの端子につないで音声を入力したり出力したりする変換ケーブルですね。本来は坊やのこのマイク用の端子なんですけども、ワイヤードのイヤホンでも使えるので結構いいんですよね。以前紹介したこのアンカーのサウンドシンクを一回レッスン会場に忘れてしまったことがあって、まあその直前ぐらいにこれ買ってたんで、レッスンを滞りなく進めることができたっていうのがあったんで、結構これはいいですね。重宝してます。また iPhone でこう動画撮るときでもこれで音声入力できるんですごく便利ですね。去年かな、なんだかよくわからない中華製のやつ買って大失敗したことあったんで、今回はちゃんとしたメーカー品買いました。まあ、一応品質の保証はできるんで、なんだかよくわからないもの買うよりかはこの坊やの BYK3 をおすすめしますね。第4位はこの坊やの BYK3 でした。第3位はやっとギター関係です。こちら応用力がしっかり身につくジャズギターコードのソロ入門ですね。改めてもう一回基礎からやり直そうかなと思って買ったんですよね。こういったコードソロとか、いわゆるコンピングとかっていうのもあるんですけども、和製関連のギターの本ってあんまなかったりするんで、そういう意味じゃこれと、あともう一冊ちょっと気になってるのがあるんですけども買ってみましたね。でこれいいところは理論初心者にとってもいいんじゃないかなと思ってて、っていうのはちょっとギター取ってみますね。例えば C のコードで使えない音は何って言った時に、このファの音、この音を長い音では使えないっていうのを結構知らない人多いと思うんですけども、この本だと C のコードに対して、まあ C メジャー7なんですけどね、こうやってまずドレレレレミでファがないんで、でソでラで C あねドこれもいいんですけど、その音に対するコードみたいのを作っていけるんで実践的に覚えやすいんですよね。いわゆるダイアトニックコードとか、コードの上での使える音使えない音っていうのを実体験で覚えられるんで結構いいんじゃないかなと思ってます。言うてもジャズ系なんで難しいっちゃ難しいんですけど、かなり丁寧に書かれてるんで、ゆっくりやっていけばいつかは分かるっていう可能性があるので、まあ頑張っていきましょう。第3位は応用力がしっかり身につくジャズギターコードソロ入門でした。著者は書いてねえぞ著者、あ、著者は浦田康弘さんですね。続いて第2位、このオーキーの ACLC2 ですね。これは何で買ったかっていうと、ただ単にこういったコンパクトカメラ、アクションカメラっていうのが
持ってなかったんで、ただ興味あったんで買っただけっていうだけなんですけど、安い割にはなんかアタッチメントがたくさん入ってたんで、結構それは良かったですね。このオーキーの ACLC2 のレビューはまた後日やるのでお楽しみください。でこれ買った理由なんですけども、オンラインレッスンでこの手元カメラに使うといいんじゃないかなと思ってちょっと買ってみたんですよ。ただそれをどうやって設置するかっていうのはまだ全然考えてないんですけども、まあ、これがイマイジなところでは基本的に手ブレ補正ないんで、歩きながらやるともう絶対ブレますね。 Google フォトとかで一応なんか修正効くらしいんですけどね、まあ、基本的には手ブレ補正なしです。第2位はオーキーの ACLC2 でした。それでは第1位です。2020年8月買ってよかったもの第1位はこちら、デデンと、そう今日届きました。じゃあ早速開けてみましょう。それじゃあ開けてみましょう。ペリってね、ペリペリ、来ましたうわ、これ見えますかね、これこう来てますね。まずこっちがあれですね、1位じゃないんですけど、まずこっちから説明しましょう。ピンフォーンでつなげられるケーブルなんですよ。これ何に使うかっていうと、ブラックマジックデザインのエータムミニのマイク端子につなげられるんですよね、これ。そうするとステレオでも入力できるし、もしくはモノラル2チャンネルとしてこれ使えるんで1本買ったんですよ。ただここで問題だったのが、これ1本だけだと僕プライム会員じゃないんで送料かかるんですけど、あ、じゃあどうしようかなと思ったら、前回のタイムセール祭りを見ながらああだこうだいう動画でこれは買いますって言ったこっちをついでに買ったんですよね。こちらですね、サムスンの X5 ですね。アマゾンで買うか分かんないって言ったんですけど、まあ、結局アマゾンで買ったんですよね。本当はこの X5 だけだったらアマゾンじゃなくて秋葉館のネット通販で買おうと思ってたんですよね。なんでかというと、おお超えたなんでかというとこれアマゾンより300円安いんですよ。本来だったら秋葉館で買おうと思ってたんですけど、これの送料の関係でこっちも買ったって感じですね。なんでこれから買う人はまあアマゾンでもいいですし、秋葉館も300円安いんでいいと思いますよ。まあ、ちょっと開けてみましょうね。あ、すごいね、でもサムスンのこれはちゃんと製造元がメイドインコリアになってるんで本国で生産してるんですよね。その辺はちょっと偉いなと思いますよね。ほほほ、なんか重厚はあ、はあ、まあしかしデザイン本当いいっすね。こちらになります。これで裏側はこんな感じで、で中はあと本体、説明書、これちょっと嬉しいですよね。このサンダーボルト3のケーブルは買うとそこそこ高いんで一緒についてくるっていうの結構嬉しいですね。スピードテストみたいなのはまた今度やると思うんですけども、まあちょっと期待大ですね。本当にいいんだったら前も言ったんですけども、 Mac のシステムこっちに入れてそれで使おうかなと思ってます。でこのサムスンの X5 なんですけど、サンダーボルト3対応で、ここですね、サンダーボルト3対応で2800Mbps 対応なんで 2.8GB 書き込みできるんですよね。こういった SSD で速いっていうのはやっぱり魅力的ですよね。これ買って思ったのはデザインがいいんですよね。なんかこういうの見てると、まあ Apple とかあとまあサムスンとかの携帯が売れる理由っていうのはなんとなくわかるんですよね。普通の日本製のやつ買うとなんかなんですかね、単なる四角形みたいなやつばっかなんで、うん、まあなんか業務用だなって感じするんですけどなんだろうな、遊び心が全くないなと思うんですけど、こういう感じで見てると、あ、なるほどなっていうのは思いますね。差がつく理由っていうのは分かるような気がしますね。まあ第1位はサムスンのサンダーボルト3対応 X5 でした。以上で2020年8月買ってよかったものベスト5をお送りしました。
今回のあのサムスもそうですけど、タイムセール祭りで結構買ったんで、来月もいろいろ紹介できると思うので、よろしくお願いします。今回の動画が良いと感じたら、グッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。